許さないこと。2、許すことはあなたがその傷から癒される唯一の選択です。許さないといけない相手は加害者だけでなく、自分自身を責めて許さずに生きてきた方もいるかもしれません。人生にひどい出来事が起こったことで神様に怒りを持ち続けていた場合、許さないといけない相手が神様である方もいるかもしれません。今許すことで自由になる選択をしてみようと思われる方は、次の祈りをしてみてください。許しのための祈り。まず、一人きりになれる静かな安心できる場所を選んでください。そこで次の祈りを実際に口に出して言ってみてください。天のお父さん、あなたが本当に生きて働いてくださる神なのなら、今私に力を貸してください。自分の力でこれを達成することは不可能です。あなたの助けが必要です。しかし、もうこれ以上苦しむのは嫌です。私を復讐と呪いの牢獄から解放してください。を許すことができるように助けてください。準備ができたように感じたら、次のステップへ進みましょう。天のお父さんを許します。が、私に対して犯した罪を許します。に、対して抱いていた恨み、呪い、復讐心などから今を解放します。またこの出来事によって私の中にできた傷の癒しを受け取ります。私の心、体、また霊に刻まれた痛み、怒りや恐れ、憎しみから今私を洗い清めてください。それらの感情が完全に取り去られるその日まで、あなたが癒しを完成させてください。心開いて受け取ります。これらのことをイエス・キリストの御名によってお祈りします。